まずコロナによってどう変わったかっていうところでいくと、間違いなく最終消費者である生活者の人たちの購買動向っていうのが変わってるなと。一つは物理的に、まあ、外に出にくくなったからネット通販で買おうっていう動きが強くなったのはまあわかる話で、今度は精神的な理由としては、家でご飯を食べる時間が長くなってきたから、まあ、食卓や食事についても目を向けていこうっていう動きがあるなと。で、ちょっと離れたところでいくと、いや、ちょっと待てよと。コロナが、まあ、今回こう、巻き起こった原因とかっていうのは、もちろん外交の話とか、地球環境の話もあると思うんだけれども、自分の身近な問題としてそれを捉えないといけないんじゃないかっていうマインドがなんか刷り込まれたような気がしてて、そういう意味で、一人一人の購入動機、そんなのも変わってきてる気がしてて、それが農業にも波及してる気がします。